1901年4月20日号の表紙カランダッシュ。デリレは1894年10月から1950年代までの間パリで大人気を博したフランスの週刊風刺雑誌。出版業者のフェリックス・ジュバンが娯楽雑誌として創刊した。1894年のドレフィウス事件では反共和主義を非難する多くの出版物の一つとなった。 当時のフランス政府は腐敗と失勢を繰り返していて、政治家や軍人が避難の対象となった。ルリールは有名な画家による美しい挿絵が特徴で、表紙、裏表紙に加えて、見開きページにも挿絵だけのページが付けられた。これらのページの挿絵を描いた画家には、ロートレック、ジョルジュ・グルサ、エルマン・ポール、フアングリス、リュシアン・メティベ、ジョルジュ・ムニエ、ジャンルイ・ホラン、 アドルフ・ウィレット、レオネット、カッピエロ、アルベール・ギ務、ム、アベル・フェーブル、ジュール・アレクサンドル・グリューンらがいる。当時、演劇や、キャバレーやカフェの文化が盛んであったので、有名な女優をモデルにした挿絵が、ルリールには載せられた。それらの女性は例えば、イベット・ギル・ベール、ポレール、ジャンヌ・アブリル、ガブリエル・レジェンヌらである。60年間ほど観光を続け、 1950年代に習監した。1970年代に短期間復刊された。ありがとうございます。